速稼塾の久保です。今回もね、体のことをちょっとお話していこうかと思います。今日の時点で体の A だって、まあ、70円ぐらいつけてるんですよね。まあ、ですのでプレセールで買った方は3000万円の含み益を持ってるってことになると思います。最小単位で出ますよ。だから2単位買っていったら6000万円ね。で3つ単位買っていったら、これがだから50万ぐらいだと思うんですけども、プレセールで50万買った人って1億円持ってることになりますよね。まさに送り人が史上初乱発される時代になったんではないかなと思います。うん、これはね、ビットコイン以上のインパクトじゃないですかね。はい。それで体の脳、価格がこれで終わるのかというと、そうではありません。こっからですね、体の脳専門的なアナリストをされている方の話によると、いやいや、次の段階はね、5ドルとか7ドルとかあの辺だよって言われてるんですよ。まあ、ですのでちょっとね、そちらの方をね、一緒に読んでみようかと思います。画面を切り替えます。こちらですね、体のアナリストのファン・デ・ポッペによると、 ADA の次は5から7ドルになる可能性がありますと。この見出しだけでも十分私たちのね、もう心を躍らせるんですけども、もうちょっと細かく見ていきましょう。2つ書いてますね。カルダノの価格は 1.12 ドルという史上最高値に回復する前に短期的な修正を受ける可能性があります。要するに一旦、まあ、押し目を作るってことでしょうね。調整が入るということです。まあ、次ですけども、ADA のトレーダーの数は2月に24万5350のアドレスで数年ぶりの高値に上昇します。あ、こんなにいるんですね。はい。それでですね、前提としてこういうことが書いてますね。カルダノは時価総額で4番目に大きい暗号通貨になりました。ADA は2020年11月下旬にまだ 0.09 ドル前後で取引されていたため、急上昇しました。しかし、ゴーゲンの発売が間近に迫ったことで、ゴーゲンは前回話しましたよね、ADA をめぐるセンチメントは非常に強気になり、2018年1月に設定された史上最高の 1.12 ドルを目標としています。ですから眼前に迫った目標としては、過去の最高値 1.12 ドルですね。これが2018年のことじゃなかったですかね。2018年の1月に最高値をつけて、これからどうなっちゃうんだろうっていうところでね、その年の終わりには、まあ、1000ドルになるんじゃないかなっていう風な、そんなね、予測を書いたブログもあったんですけども、あれどうなっちゃったんですかね。すごく話題になりましたけどもね。はい、次です。公開時点で ADA の価格は 0.66 ドルで、過去24時間で 5.9% の損失がありました。ただし週次チャートと月次チャートでは ADA はそれぞれ 90.66% と 114.02% のゲインを記録します。昨年 ADA はほぼ1000% 急増しましたということで、 ADA に関しましてね、ずいぶん追い風が来てるんだよってことを話してくださいました。そして今後のですね、 ADA 予測なんですね。この辺は長くなるんで、詳細はですね、サイトの方を読んでいただければと思いますけども、ここに図が書いてますよね。テクニカルの図です。まあ、これはテクニカル分析ができる方でしたら納得できるものになると思いますし、私もね、 FX をやってる関係でこれは大いにあるなと思ってるんですよ。で、まとめのところだけ見てみますね。彼によると、ADA の次の重要な抵抗は 1.12 ドルと 1.17 ドル。これ過去の史上最高値ですけども、中期的には ADA が5ドルと7ドルに上昇する可能性があると予測しているということですね。テクニカル的にはこの5ドル、7ドルっていうのはあるんでしょうね。私はちょっとそこまでは思えなかったんで、もう一回読み込んできてですね、5ドルもしくは7ドルに上昇する可能性についていくつか見てみようかと思います。そしてトレーダーによると、現在のブルサイクルでは体のは10ドルから20ドルまで上昇する可能性があり、次の10年で170ドルに達する可能性があるということなんで、ビットコインもね、最初は1ビットでピザを2枚買えただけっていう有名なエピソードがありますよね。それからしばらくして何万倍になったんでしょうね。ピザ2枚っていうといくらですかね。だいたい1枚ピザが3000円だとしても、まあ1000円としてみましょうか。1ビットが1000円の時代から現在は500万に迫ってますからね。じゃあ500万割る1000って考えてみなさいよ。いくつになるんですかね。5000倍ぐらいですか。まあとてつもない倍率を、まあ、出していると思いますけども、これが ADA でも起きるんではないかなってことですよね。まあ ADA がね、それほど資金を集める可能性をはらんでいるってことなんでしょうね、きっとね。私もそれにはね、かなり同意しますね。はい、ということでね、ADA の魅力が伝わったと思いますけど、皆さんどういうふうにお感じだったでしょうか。私はこれからもね、この ADA としっかりと付き合っていこうと思いますし、まあ基本的に ADA、持ってる ADA を売るっていう概念はないですから、このままね、
突き抜けるところまで、本当墓場まで持っていこうかと思いますし、まあ決済するのはね、30年後とかでいいんじゃないかなと私は思ってますね。30年後っていうと、ちょうど私の年金世代かな。うん。そうですね、80歳ちょっと前に ADA を全決済して、まあ私その時まで生きてないかもしれませんけどね。いや、どうなっちゃうんでしょうね。でもまあ本当にありがたいことだと思っております。ADA、頑張って。じゃあ行ってらっしゃい。